アイドルを見た時思ったの。人間って光るんだって。可愛い子を見るたび思うんだ。アイドルになればいいのにって。私はみんなをアイドルにしたい。そのためのきっかけを作りたい。それが君の夢なんだ。夢じゃない。夢で終わらせたくないから現実にする。東西南北から一人ずつ集めてアイドルグループを作りたいなって。私でよければ友達になってあげる。楽しくなかったら許さないからね。オズマちゃん、私のことを覚えてる？オズマちゃん、本物のアイドルみたい。なるよ、約束ね。初めてのチャンスなんや。頼みます。私たちの怒涛の日々が始まった。東西南北が本当のアイドルになるために。知らないところまで連れて行かれてしまうのかしら。いいの？普通の高校生活を送らなくて。聞いてない。彼氏がいるんだったら友達にならなきゃよかった。ごめんなさい。ここはいつまでいてもいい。さあ問題。男との写真が見つかるのと、ボランティア活動に身を捧げている写真が出てくるの、どっちが好感度高いでしょう？なんでみんな有名になりたいの？こんな素敵な職業ないよ。僕が一番何にもないだろう。君も一番何にもない。私は歌が苦手ですし。苦手って思うんだったら練習すればいいじゃん。私たちはもともと友達だったんだから。くるみはもう逃げたいよ。くるみさんは限界よ。じゃあどうしろって、やめるっていうの？泣かさないって決めただろう。アイドルって大勢の人たちを笑顔にできるんだよ。アイドルって楽しくないわ。アイドルなんかどうでもいい。そんなのおかしいよ。